ようございます。ちょっと今日なんですけど、私の一日にちょっと密着してもらおうかなと思いまして、皆さんに。今日は結構朝から夜まで用事があるので、一緒にみんなについてきてもらおうと思います。ちなみに一つ目の予定が、あのモカちゃんとイマーシブミュージアムっていう日本橋の方でやってるこうちょっとアート系のミュージアムにちょっとご招待いただいて、それにムカちゃんと今から行ってきます。でその後まあお昼ご飯食べて、でちょっと私久しぶりに、めちゃくちゃ久しぶりに、多分もう3年ぶりとか下手したら4年ぶりとかかな、わかんないけど、ジェルネイルをしようと思って、そうなんかちょっと気分で急にジェルネイルしようと思って、そう今日はねネイルにも行こうかななんて思ってます。でその後夜はまた友達とご飯行くんですけど、そんな感じの一日なので、一緒に私の一日を過ごしていただけたら嬉しいななんて思います。もうそろそろ時間なので早速行きたいと思います。ということで行きましょう、レッツゴー。ちなみに本日のメイクはこんな感じです。今日は結構シンプルかも。なんかまつげがすごいギュンって上がりました今日。そして相変わらずオレンジチークをしてます。日傘も持っていかないといけないし、荷物が多すぎる。あ、ちなみにこの水筒ね、ライングタイガーで買ったんですよ。めっちゃ可愛くない？なんか色合いがすごい可愛くて、なんかボトルはちょっと青み系の色なんだけど、このキャップのところが紫っぽい感じで激かわ。今日のスカートにもなんかちょっとマッチしてません？はい、ということで行きます。なんかすごい大人な街。朝のおはようございます。おはようございます。モカちゃんです。モカです。久しぶりだね。嬉しい、ね、嬉しい。私もそんな言ってもらって登場。久しぶりのモカちゃん。ここえあ、これっぽいよ。今日はイマーシブミュージアムみたいな、歩いて体験するらしい。歩いていくんだ。とりあえず4階に向かって行きましょう。同じ日傘や。てかさ、今日日傘いるよな。え、持ってきてないの？嘘。今年買ってん、やっと。あ、そうなんだ。で、買った時梅雨でまだ慣れてなくて、その日傘をさすっていう行為で、はいはいはい、うわ、今日や、日傘置いてきてしまった。え、てか今まで使ってなかったんだ。え、意外。いやでもさ、これさ、ちっちゃくていいんだけどさ、雨とか、これ一応金曜じゃん。雨耐えられへんよ。雨ね、こうやってこれちっちゃすぎて、てか意味あるかなとか思いながら。日傘も割とちっちゃいよな、これ。そう、ちっちゃいんだよね。それはもう、便利だけど思った。そう。ということで、ね、じゃあ、向かいたいと思います。レッツゴー、ゴー。ということでイマーシブミュージアム行ってきたんですけど、なんかもう本当に何だろう、今まで そのアートの美術館だったりとかっていうのとはまた違った良さがあって、絵画なんですけどその絵画が動いたりとか、なんかこう何かからその絵画に変化するとか、そういうこう映像として見るアートならではの良さがすごくあって、壁一面にアートがあったりとか、床にもこうアートが浮き出てきたりとかするので、どこ見渡してもすごく綺麗で、私たち今回座ってこう鑑賞してるんですけど、全然まあ歩いて立ってみて鑑賞するのもありっていう風に言っていたので、ぜひ気になる方はちょっと行ってみてほしいなって思います。はい、これゴッホ、名前がゴッホ。入ったすげえ。あ、綺麗。すごい、めっちゃいいや。なんかマジ海外みたいだよ。かわいい。海外に来てる。あの、モーニングしてます。モーニングです。モーニングです。すごい、かわいい。歩きます。飲んでみるね。ちょっとこっち側になって。そうね。うん、おいしい。おいしい。なんか、バナナ。バナナ。ちょっとあれなんかマンゴープラスなんかの味。あ、マンゴーか。
美味しい。濃厚、ドロッとしてる。本当。こうやって飲まれたしてる。あ、本当だ。ね、あ、でも、ヨーグルトか。あー、ヨーグルトか。多分、確か書いてあった気がする。そうだ、それでゴッホにも似顔絵を描いてもらえるっていうのでちょっとそれもね体験してきたんですよ。このフレームの下のところにちょっと小型のカメラがあって、それを見てると勝手にもう読み込んでくれて実際に似顔絵を描いていってくれます。めっちゃため息聞こえた。私もちょっと今回はお先に冷めさせていただいたんですが、1回目があまりにもちょっとあれっていう感じの仕上がりだったので、もう1回ね挑戦してみたんですけど、なんかヒゲみたいなのがあるけど、ちょっとねだんだん怪しくなってくるんですよね。なんかヒゲみたいなのが浮かび上がってきて、で結局1つ目の方が良かったっていう。でもすごい貴重な経験でした。嬉しかったです。さっきのが良かった。ということで体験行ってきました。めちゃめちゃ楽しかったよね。なんかうわーって全部に、え、そう、なんか絵ってさ、うん、やっぱ奥行きはあるけど、なんかこう飛び込むことはできないじゃん、うん、でもなんかその映像だから、確かにね、飛び込んでる感じ、絵の、ね、そう奥に行って、うんうんうん、またその先に絵があってみたいな、なんか本当ね、現代アートでした、うん、めっちゃいい感想を言ったんです。本当にこの通りです。私なんて絵画アートでした。ゴッホにも絵を描いてもらって、あ、そう似顔絵をね描いてもらったんです。もう大光栄です。本当に感謝。めっちゃ可愛かったモカちゃん。なんかモカって感じだったよな。うん、マジでもうそのままって感じ。ということで、今から私たちは表参道のメンチラシだ、あれメンチラシっていうところへ、そう並んでるかの、なんか並んでるイメージが今日平日やから、そうよね、ちょっと不安なんですけど行きたいと思います。やってることだけでが、お前そうね、シアちゃんあるある、そう本当に Thank you。 Google さんに結構お世話になってるんですけど、何度か裏切られてしまいまして、やってなかった。そう、多分やってるはずなんで、ちょっと並んでないことを言って食べに行きたいと思います。暑くてとにかくさっぱりしたものが食べたかったので、私はこの梅豚っていうぶっかけのうどんなんですけど、これにしてみたんですが、もう本当に美味しくて、この豚がねなんか梅風味でちょっと梅の果肉も入ってたりとかして、めっちゃさっぱり でこのわかめも私トッピングしたんですけど、しっかり味がついてて、で冷たいうどんでめちゃくちゃ美味しかったです。で麺もすごくもちもちでコシがあって、うどん好きさんはぜひ行ってみてほしいです。私たちが行ったのが1時ぐらいだったかな、結構お昼時だったんですけど、おうどん屋さんなのでそこまで並ばなかったかな、20分並んでないかな、15分ぐらいかなって入れました。最悪。どっから話すっけ、わかんない、最初からかな、ほんまにメンチらしいとか言って、そっから美味しかった、すごい美味しかったです。でも一番有名は、うん、カルボナーラの、あ、そうだカルボナーラうどんが有名らしい。でもなんかぶっかけは多分おろしとか入ってるからね、夏はいいよね、そうっていう話をしてました。ぜひ
そう、表参道に来た際は立ち寄ってください。セリフこれ決まってるじゃあちょっと写真とかを撮ってみ、撮れそうなスポットを探そう、ね、探します。やばい、暑い。ということで、今さっきモカちゃんとバイバイして、私はこれから代々木駅に向かいます。オープニングでも言ってたんですけど、ネイルに久しぶりに行きます。で、なんかどうせだったらそのフォロワーさんのネイルに行きたいなと思って、ストーリーでこの前キューブをさせていただいて、で結構たくさんの方が反応くださったんですけど、ありがとうございます。本当にそれでちょっとお声掛けさせていただいて、その方の元へ行きたいと思います。代々木から5分ぐらいなのでもうすぐなんですけど、ネイルスタジオシスさんにお願いしようと思います。撮影の許可もいただいたので、ちょっとそこに行って軽く YouTube 回したいと思います。ということで、久しぶりのネイルに向かいます。ネイルスタジオシスさんですね、はい、に来ました。で、DM をくださった志村ちゃんです。はい、お願いします。今日はありがとうございます。じゃあお願いします。画像を見せた感じなんですけど、久しぶりすぎてジェルネイルが、うん、失ったマニキュアのイメージしか私なかった。そうなんですよ。あ、ここか。うん、いい感じ。お願いします。ということで、今回はその DM をくださった志村ちゃんの元へやってきました。もう本当にね、もう愛がすごく深くて、ネイルへの愛ももちろんなんですけど、本当私のこともずっと昔から見てくれてたみたいで、もう本当に大好きなんですって言って、全然私ハマるものとかないけど、志村さんは本当に昔からずっと好きでって、すごいたくさん愛を伝えてくれました。で、今回私のこのネイルもね、ピンタレストで探したネイルで、めちゃくちゃ複雑なネイルだったんですけど、もう難しい方がテンション上がりますとか言って、すごく楽しそうに最後までいろいろおしゃべりしながらやってもらいました。なんかこのお店もほんと3ヶ月前ぐらいかなに新しくオープンしたらしくて、先輩と2人で一緒に頑張ってやったんですって言って、本当になんか愛のあふれるハッピーなネイルサロンでした。ぜひみんなも行ってみてほしい。完成もめっちゃ可愛いよこれ。もう本当にやってもらった日からずっとネイル見てます。ありがとうございました。めっちゃ可愛い音色をしていただきました。ありがとうございます。みんなも来てください。ということで、音色をしてもらいました。めちゃくちゃ可愛くなって、もう超大満足。てかめっちゃハマりそうです。超可愛い。しかもお店の志村ちゃんとルルさんもめちゃくちゃいい方たちで、なんかすごいアットホームな感じで、マジでぜひみんな行ってください。代々木駅からほんとすぐなので。今回もネイルをお願いしたんですけど、このリングも、この赤のリングもルルさんがプレゼントで作ってくださいました。嬉しい。ありがとうございます。本当にまた絶対行きます。超嬉しい。マジで爪めっちゃ見ちゃいそう。私は今からちょっと一旦帰宅して用意して、その後友達とご飯に行きたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで、ちょっと一旦帰宅して、もうすぐ出なきゃいけないんですけど、コーディネートをこんな感じで変えました。ちょっとまあ綺麗めな感じかな、わかんないけど、ビストロに行くので、大人っぽく綺麗めな感じで行きたいと思います。やばい、もう出ないと。じゃあ行ってきます。ということで、目黒駅にやってきました。こっからバスに乗ってそのお店まで向かいたいと思います。友達とはお店で集合予定なので、今から向かっていきます。
きます。はい、みほちゃんです。今日もいい感じですね。それは合わせてきたんですか、このお店に。なるほど、雰囲気合わせてきた。いい感じ、かわいい。どれがかわいい。めちゃめちゃ作らせてアンジュールっていうお店に来ました。ゆほちゃん、プレゼントっていうか、え、何？え、これ言っていい？言っていい？聞きたいことじゃないよね。あ、全然そんな、あ、そういうことね。そう、そんな、よう、ありがとう。ロンドンに行っちゃうんです、ゆほちゃん、実は。え、マジ？え、だから、そう、会えなくなると思って。何も用意できない。チョコパイ、チョコパイ、何これ、かわいい。あ、ホットコーヒー。そうそうそう、今ね、ちょうどコーヒー切れてたからね。マジ？え、かわいい。なんか初めて見たブランド。え、知らない。有名。あのさ、ジェニーちゃんがさ、モデル、あの、何、アンバサダー的なのやってる。あの、香水とかの、香水とか、あの、韓国で買ってきたんだよ。そう、ずっと遊べって。韓国でわざわざ買ってくれたの。え、そう、その重い荷物で。え、ちょっと待って、したいんだけど。え、見て、欲しい。可愛いんだよね、本数も。それの花つけてくれる。え、ちょっと待って、約1ヶ月前のお花。ちょっと待って、これ撮りたいからさ。しっかり撮りたい。あ、撮って、じゃあ。嬉しいわ、そんな。え、何？いや、もうなんか、もうありがとうね。え、なんでなんで？そんな、気使わないでっていうか、気にしないで。いや、だって遠いもん。普通に考えて、マハタイレベルじゃん。でも来てくれるじゃん。いや、行くよ、行くんだけど。マジ来てくれる、私信じてるから。行くよ、シュナの前は。コナ入れてあると思う、多分行くから。誰かコナ入れ。気に入ってくれるかしら。え、てか待って、物はどういうの？香水ってこと？いや、香水ではないんだけど。ハンドパフューム。そうそう、ハンドパフューム。めっちゃ香りの種類あって、もういろいろ嗅いで、あ、これ UFO だなと思ってそれにした。ちょっと開けれないんだけど。そんなことある。どうしよう。かわいいよね、ミニサイズで。え、かわいい。え、どこだけ。え、めっちゃ本当よかった。これつけるの、クリーム。そう、なんかね、多分ね、こう押す感じだと思う。あ、なるほどね、うん、なんかさ、香水がないのか。うん、ハンドクリームだから出てきた。何回かやるのかな、最初。あ、出てきた。ほんと？よかった。大人の香りする。え、そう、素敵な女性だよ。ありがとうね。うわ、やだ、この女、ほんとに。え、嬉しい、ほんとありがとう。いやいや、ほんとちょっとだけど。いやいやいや、フライトの時とか邪魔じゃなかったら、なんかリラックスして、それで。わかるわかる。ホッツインマイバッグみたいな。そう。これ入れとけばめっちゃかっこよくない？かっこいい。とりあえず。頑張ってね。え、本当にありがとう。そんな、なんか全然すぐ帰ってきちゃったら、ちょっと笑ってた。あ、そう、本当それは、あの、マジで、あの、ごめん、なんか、わかんない。プレッシャーかけてつもりはないけど、もしプレッシャーに感じてたら、本当、あの、気にしないで。家になったら、帰っておいて、いつでも。はい、帰ってきます。戻ってきます。頑張って。手紙もあったら、うん？手紙読んで。もう、書ききれなかった。そんなちっちゃいのに書ききれなくて、もう、下に行くにつれて、だんだんね、埋まってきてる。なんで最近寂しいんだよね。しみじみ感じる。私が寂しいよ。まあ、ラーメン遊びに行くし、すぐ。そう、どうせ一定決めるね。うん、決めようね。じゃあ早く食べないと。お店に食べよう。食べよう。赤いね。なんか赤いってか、なんか ということで、今夜のディナーは何回か YouTube にも出てきてるんですけど、ゆほとディナーしました。ロンドンにワーホリに行っちゃうんです。ずっと昔から夢っていう風に言って、本当に急に私も聞いたので、すごくすごく
寂しいという気持ちと同時にその行動力もすごく尊敬するし、素直に私はかっこいいなって思いました。私も海外とかに興味はあるので、なんかすごくいい刺激をもらったし、もう本当に寂しさと同じぐらい頑張ってほしいなという気持ちもあるので、キーホ頑張ってね、応援してるよ。冬ぐらいに私はもうヨーロッパに行く約束をしたので、それまで私も東京でお仕事頑張りたいなって思います。いつもありがとう、ユーフォ。これ見てるか分かんないけど、バイバイってしないと。あ、そっか、最後気持ちよくなりました。なんだっけ、あの名前、アンジュール、アンジュール行ってきました。めっちゃ美味しかった。マジで美味しかった。パッションフルーツのねサービスで、そうそうそう、くれて、私たちはちょっとサービスに巡り合うっていう。そうなんだよ、ありがたい。前もどでかいパンをいただいたので。でもあれも最後までいたからだよね、多分。でも最後までいった、最後じゃなかった、最後だけど、今最後まで。あ、今はね、確かに、ね、あれは最後までいたから。でもうちらは多分ニューフェイスだったから。あ、そうですね、歓迎のパッションフルーツだったと思う。そういうことです。めっちゃ美味しかったです。これもいただいちゃったし、使ってください。ぜひ。ありがとうございます。とんでもない、マジで嬉しい。頑張ってね。頑張ります。一生の別れみたいになるんだよね。それなしだよ。でも本当マジで辛くなったらいつでも待ってるんで、うん、もちろん、むしろ待ってるんで、むしろウェルカムだし、お互いに待ってる、お互いね、高め合う。そう、じゃあまた次回は、じゃあ12月のクリスマス Vlog で。マジでかっこよすぎる、それは。ありがとう。何のみたいな、誰に向けた、誰に向けた、ありがとう。いい、俺俺を言う子もいいな。感謝が大事。そう、私はありがとう一番大事にしてる言葉なので。あ、そうなんだ。そんな大事にしてる言葉をこんな軽々と使っちゃいますっていう、っていう感じで、今日の一日はこんな感じでした。何事って感じだよね、言うからしたら。私はもうただの平日。じゃあさようなら、バイバーイ。